一つの見出しと例以上の同じ型の組の順序、付けられていない集合からなるデータ構造のことである。値としての関係を関係値といい、関係値を値として持つ変数を関係変数という。関係データベースのデータベース言語である SQL では関係変数とほぼ同じ意味で表という用語が使われている。文脈によって関係変数を関係と呼ぶこともあり、 また関係値を関係と呼ぶこともある。その他、データベースにおける関係には、以下のことが言える。複数の属性から構成される一つの見出しの例を、示す。この見出しとこの見出しに適合する複数の組から、構成される一つの関係値の例を示す。この例では、便宜的に関係値を視覚的に表で示している。この例の関係値には、 同じ型の組が4つ含まれている。戦術したように、見出しを構成する属性は、順序付けられていない。つまり、この例の見出しで、氏名の右側に住所があると述べることは間違いであり、住所は3番目の属性であると述べることも間違いである。同じく戦術したように、関係を構成する組は、順序付けられていない。つまり、この例の関係値で、 マイケル・ストーン・ブレイカーの組の前に、クリス・デートの組があると述べることは間違いであり、エドガー・エフ・コッドの組は2番目の組であると述べることも間違いである。関係変数には、規定関係変数と同質関係変数の2つの種類がある。関係変数に関係代数あるいは関係論理の式を適用すると、新たに1つの関係値を同質することができる。 規定関係変数は、どの関係変数からも導出されていない、元になる、関係変数を言う。関係データベースのデータベース言語を SQL では、規定関係変数とほぼ同じ意味で、規定表という用語が使われている。規定関係変数は、データ定義言語を使って定義することができる。SQL では、Create Table 文で、 規定関係変数を次のように定義することができる。Create Table 人名録。ID Integer。氏名、チャー。住所、チャー。Primary Key ーー。同質関係変数は、一つもしくは、複数の関係変数を元にして、関係代数あるいは、関係論理の式を適用して同出された関係変数を言う。 同質関係変数とほぼ同じ意味で、ビューという用語が使われている。同質関係変数は、データ定義言語を使って定義することができる。SQL では、CreateView 構文で、同質関係変数を次のように定義することができる。CreateView、沖縄県人名録 AS。SelectID、氏名、住所。From 人名録。Where 住所 like 沖縄県。 ありがとうございます。